意図的に明るさは作ってます。人って期待をかけられると返すっていう反応性の法則ってのがあって、あなたのこと好きですと嘘でもいいから、いえっていう。本日は株式会社サイバーエージェント役員の曽山哲人さんをお迎えし、そのコアスキルを紐解いていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。曽山さん、曽山っていう名前でね、 YouTube チャンネルも今すごく人気で、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。カメラ目線でお願いします。個人的に曽山さんとこうお話ししててすごく思うのが、はい、もう何を話してもこうカジュアルっていうか明るい力みたいな、うんうん、感じで、曽山さん自身はその明るい力みたいな、うん、ご自身のテーマになんかピンと来られてますか？来ますね。来ますか？かなり意図的に明るさは作ってます、ね。入社半年ぐらいでまずマネージャーというグループを持つ、はい、肩書きをもらい、役割をもらいました、はいはいはい、でここにいたメンバーが3人とか4人いたわけですけど、はい、もうここである時、事件が起きたわけですね、うん、それ何かっていうと、僕がマネージャー、はい、メンバーがいます、うん、このあるメンバー A さんとしましょう、はい、A さんが全然結果出さない、何ヶ月経っても、うんうん、であまりに相性が悪いんで、はい、A さんが隣の部署に行きました、はい、隣の別のマネージャーの部署に行ったら、はい、1ヶ月で全社の MVP になっちゃったみたいな、みたいな、やってよ先にみたいな、はい、って思うじゃないですか、はいはいはい、でそれですごいショックで、それが僕の事件ですね。ソヤマンは当時、うん、完全に指示命令型のマネジメントしかしてない、ロボットのように指示しちゃってたんで、はい、それが嫌で、その彼は伸び伸びとやらせてくれるなら、はい、自分の意思を持たせてくれるなら責任持ってやりますっていうタイプ。なるほど。だから僕はもうざっくり言えば信用できてなかったし、はいはいはい、マネジメントの仕方っていうのは指示することだと思ってたので、それを間違えてて、この事件によって、あ、間違えてるって自覚して、なるほど、相手の考えを聞こうって変わって、今ではもう想像もできないんですけど、詰めるというか、激ヤバ激ヤバ。サイバーエージェントで、はい、もう何人かヤバかったマネージャーっているんですけど、はい、そのうちの一人に絶対入る。なるほど。激ヤバ、もう詰めるしかなかったの。役員とか社長からマネージャーになったらマネージャーらしくなってと言われてたんですよ、うん、ああ、はいはい、なるほど、はいはい、マネージャーらしくかっつって自分の解釈は激詰め、はい、そう、はいはい、論理のみみたいな、はいはいはい、人事っていう職種職業になって、そのご自身の立ち振る舞いとかをどう変えたのかみたいなところを、あります、あります、人事になった瞬間みんな変わったんですよ、見方が。それは遠い人、関係ない人みたいな扱いになって、はい、普通なんかそう捉えられるじゃないですか、まあ、人事そうです、ね、人生握ってるとか、はいはいはい、そういうイメージ、給料決められてるのかなみたいな、実際ほとんど全部そうなんですよね。嘘、はい、本当は私たちは取りまとめなので、はいはい、こっちがすっごいなんか楽しそうに興味があるとか力になりたいとか、うん、明るい感じで入っていこうっていうのは決めました、はい。そのためにこう具体的に何をやったかとかってありますか？全ての意見をまず肯定から入る、うん、言葉で言うとどういう言葉を使うと、ありがとう、ね、ありがとう、 ありがとう、その意見まずありがとう、 ありがとうの次はできる約束をするというのが僕の2つ目で、できる約束、できる約束、はい、これ役員ちょっと持ってくわとミーティングに、はいはい、っていうふうに言って、うん、言った意見を持ってくねはできるので、はいはい、できる約束をしてその約束を果たし、はい、役員と全く議論にならないかもしれないし、うん、すごいいい議論になるかもしれないけど、はい、それをそのまま伝える、ありがとうみたいなことを、言い慣れてないなと思ったんですよ、うんうんうん、なんか肯定みたいなことをパッてするのが、慣れてなくて難しいなって思ってるんですけど、曽山さんって、すぐにこうできたというか、ありがとうってもう言えるように、いやいやいや、最初はいちいちカチンと来てたよね。まず、はい、自分から聞いといてカチンだからもう最低なんだけど、いやでも分かります、ね、なんかないかなとか言って聞いといて、はいはいはい、言ったら、そう、でもカチンって来ちゃうと、はい、感情では来てるんだけど、でも一生懸命、うん、例えば食事、はい、例えば飲み会でもランチでもいいけど、うん、行く前にね、イメトレはしてく、言葉以外のその振る舞いとか、例えば表情だったり、そういうところからもなんか曽山さんの明るさみたいなのをすごくこう感じるところがあって、その辺は何か意識されてるんですか？これは元ダンサーだから、ストリートダンスを踊ってたん でなんか自然と自分の思いが出た方が表現力が上がるということを学んでるんで、体で、はい、だからボディーランゲージすごい大事だなと思ってるっていう。なるほど。例えばプレゼンテーションとかだと、はい、いつみたいな、なんかそういうものは、はい、例えば Zoom の
ビデオ会議だと、はい、この右側の頭の両サイドに余白が必ずあるので、はい、この余白を使うと、うん、アイキャッチ力が明らかに上がるんですよ。2つお話をしますとか、はい、これとこれがみたいな、あ、もうよくやられてますね。そう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 、これ、はい、ここの空間をいかに使うかみたいな。そうです、なるほど。表情とかもあったりされる。表情めちゃめちゃ重要です、ね、ありますよね。基本的にやっぱりあの笑顔、特にあの話を聞いている時の、はい、姿勢、あとは同意するときには明確に笑顔にする、はい、社会人になってやったので言うと、はいはい、鏡トークですね。鏡に向かって話す自分。へー、あの僕大学時代にラクロスでスポーツをやってた時に、はい、メンタルトレーニングってスポーツトレーニングの一つで、はいはいはい、その精神をどう強くするかっていう、その中の一つがその鏡と会話するっていう、よし今日も元気に頑張っていこうとかいうふうに掛け声をしてもいいし、はい、1日が終わった後に今日もお疲れ様と1日頑張ったねっていうふうに認めてあげるケースもあるし、例えばこれあのアップルを創業したスティーブ・ジョブズ、はい、彼実は毎日鏡でトークしてるんですよ。へえ、そうなんだ。もし、はい、今日自分が死ぬとしたら、あ、一番やりたかったことをやれてるかっていう問いを、はい、ジョブズは毎日投げてたとっていうのを自分でスピーチで言ってるんですけど、でこれが1週間続いたら、うん、もう俺はやりたいことやってないってことになるんで、はい、やり方を変えるって彼は言ってるんですよ。自己暗示をかける、自分と会話するっていうのは社会人早々の時からやってます。これプロレスとかもそうだし、はい、あとは本当にサッカーとかもそうだし、イメージトレーニングをやってる人はそうやってます。基本的には自分を肯定するのが一番ポイント。あの今日もお疲れ様とか、はい、今日の一日もいろいろ大変だったけどよく頑張ったねとか褒めてあげる自分、はい、毎日みんな鏡見ながら髪やったりして、ね、かっこいい自分を作るわけじゃないですか、自分なり。確かに。だからその時にあの今日も一日頑張ろうとか、あの気持ちも良くすればいいのよ。さっきその、まあ、ありがとうって言うとか笑顔とかこの身振り手振りとかってちょっと恥ずかしくてすぐできないなと思ったんですけど、これはもうね積み重ねてできるものなので。確かに。なんで意識だけできればいいんで、おすすめは1個だけやる、はい、さあ5文字ありがとう言ってみよう、はいできました、これでいいんですよ。いきなりやっぱり曽山さんのようにはまだなれない。なられたら困る。嘘です。あのいやそう方はなれないです。やっぱちょっとした名人芸みたいな感じだと思う。これは話しかけやすい人になるために何かやられてることってありますか？挨拶。そう、はい、もう原点にもこれ反応性の法則っていうのがあって、はい、やっぱオフィス内でも全員の名前分かるわけじゃないけど、はい、あのあお疲れ様ですとかで名前が分かる人とか、はい、仕事が分かる人についてはその人がやっていることについて話しかける、はい、その人の個別性、個人のことを聞かれると、はい、この人は自分に興味を持ってくれてるってもちろん分かるので。なるほど。そうすると人って期待をかけられると返すっていう、はい、例えばカーネギーって昔 の、ね、あの、はい、アメリカの巨大なその財閥作った方だと、はい、一番反応性のポイントとして何を言うか、はい、何が大事かというと、うん、はい、名前で呼べる、天野さんとか名前で呼ばれると、あ名前知ってくれてんだというだけでも全然違うし、はい、普段喋ってるとこだけでも名前をつけてから意見を言うだけであなたに言ってるところがすごい明確になるんで、はい、なんかこれもすごく反応しやすくなる。逆に名前間違えられてるとなんかつけ残念みたいな。そう、あ、僕の前で曽根さんってよくやるそうや、まだ曽根さん、曽根さん、はいはい、はい、とか言ってるいやいや違うんだけどみたいな。あ、なるほど。この名前で呼ぶっていうのは、うんうん、すごく関係性作る上でもすごい大事、うんうん、特に今おすすめなのは Zoom とかのビデオ会議。確かに確かに。名前で安いから、なんか会議の流れ的に全員初対面でそのまま会議入っちゃった場合でも、はい、山田さんとか言って言うと、はい、あさっき呼んでくださいましたみたいななったりするんで。名前知ってるんですか。そうそう、でもそれだけでも全然雰囲気から。上司が曽山さんみたいな素敵な方だったらいいと思うんですけど、そうじゃない、まあ、否定してくる上司がいた場合、なんか我々はどうしたらいいのかなと思うんですけど、一番の重要なポイントは興味を示せと。こっちから興味を示す、はい、あなたのことが好きですと言えと。気持ちでは山田さんの右腕でありたいんです、貢献したいですと。そうっていうのをちょっと申し訳ない、はい、嘘でもいいから言えっていう明るい力の秘訣がたくさん聞けたかなと。あ、よかった。はい、じゃあ曽山さん本日は本当に貴重なお話、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。バイバイ。